26歳浜田松正が7バディ、パターを2.5センチ長くした狙いとは、リズムが良くなった女子ゴルフ国内メジャー日本女子プロゴルフ選手権小煮上乗るた灰の第1ラウンド R が9日、茨城静かヒルズ CC6680 ヤードパー72で行われた、ツアー初優勝を狙う浜田松優、伊藤園は7バディ、3ボギーの68、4アンダー、 パッと好調の要因を、パターを1インチ長くしたのでと明かした、女子ゴルフ国内メジャー日本女子プロゴルフ選手権、小牟上のルタ杯の第1ラウンド、あるが9日、茨城静かヒルズ CC、6680ヤード、パー72で行われた、ツアー初優勝を狙う浜田松優、伊藤園は7バディ、3ボギーの68、4アンダー、パッと好調の要因を、 パターを1インチ長くしたのでと明かした。浜田のパッドが面白いように入った。雨でも早いグリーンで7バディ。好調の理由を問われると、詳しく話した。6月のサントリーレディスの週から、パターの長さを34インチから35インチにして、グリップも重たいのにしてリズムが良くなりました。私はパッティングが悪い時に前傾が深くなるのですが、1インチ。 約2.5センチ長くしたことで前傾が浅くなり、大きく構えられるようになった。それで、スムーズに腕が動くようになりました。事実、浜田は、宮里愛サントリーレディス以降は12戦中、トップ10入り5度と好調を維持している。その勢いで、ツアー初優勝を狙いたいところだが、女子プロ日本一を争う今大会は、特に思い入れが強いという、個人的には、 国内メジャー4大会で一番大きな大会だと思っています。頑張りたいです。パット、イズ、マネー、2日前に26歳になったばかりの浜田は、35インチのパターを武器に残り3日間も勝負をかける。